調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。
今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ、誠の忍耐じゃ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きてじゃねえか。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。しまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら読みの。ゲドゲ、足の番じゃ。勝負事は。怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、
なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つければ奴らは村中におるよ。助けてやってくれ。誰か腕に覚えのある奴はおるか。おらだ。槍さえ持てれば。なんてこった、やりやがった。いけませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。切り刻んでやる、切り刻んでやる。買いかぶりすぎじゃ。一人だけだ。どこに連れてっただ。お兄ちゃん、今だ。あいつらは全部戻ってきやがった。用のねえ愚か者が。何が望みだ。こんなことをしておるのだ。お前はここでしまいじゃ、クズ。
この向こう水なもののふは誰だ。引け手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。これで最後じゃ。止めろ。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。ひろき様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。ボロケが。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださる。愛子殿が無事であればよいが。胸が。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。ちりも積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもん。仕留めろ。己を買いかぶりすぎじゃ。刻んでやる。逃げるがいい臆病者。
そこで止まれ。お前はこの邪魔じゃ。全部持って行きやがった。せいや。お前のようなことは相手にならねえ。もう、すべて失ったな。役立たずのクズ野郎が強くて野郎が刀もろくに握れねえじゃねえか。ヤツらが退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。哀れな。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも、
承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。猫にかなわせやがれ。血で染めろ。頭を引きちぎっちまいな。野郎は一匹だけだ。一斉にだ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。